はい。私、執事を辞めることにいたします。ねえ、お嬢様。こんな茶番劇、もうやめにしませんか？お食事中の話題にはふさわしくありませんが、まあいいでしょう。今夜は、旦那様も奥様も、皆様お揃いのようですから、白状いたします。私とお嬢様は、人目をはばかっては口づけを交わし、夜は何度も体を絡ませました。ええ。お嬢様は非常に大胆なお方。今は顔を真っ赤にして首を横に振っていますが、夜は盛んに私を求めてくるんですよ。ああ。ちょうど皆様がお食事をされている、そのテーブルの上でいたしたことも。おや。皆様、揃いも揃って、何をそんなに驚いておられるのですか？私は、事実を述べております。婚約者もいるお嬢様がまさかと思いましたか？そのまさかです。まだ私を疑うのでしたら、もっと詳しく、その時のお嬢様の様子をお話ししますが、お嬢様、貴族の家柄だからとか、決まった風習だからとか、そんな決まり事ばかりの世界で、あなたは快楽に逃げたかった。私という忠実な犬を使って。皆様、お静かに、怒鳴るなど。華麗なる一族がはしたないですよ。私は何も、ゲスな告白をして、食事をまずくしたいわけではございません。けじめをつけたいのです。そう。けじめ。この刃で。メーカーのエオに泥を塗ったお詫びとして！今から私の手で、けじめをつけさせてください。本当は、こんなことしたくなかった！皆様、しかと、見届けていてください。不貞を働いたせめてものを償いとして、この刃で、お嬢様の命をお許しください。お嬢様あなたのこと愛しています。一緒に行きましょう。まだけじめは終わってない。見届けろと言っただろ。さあ、すべて燃やして終わりにしよう。これで本当に終わりだ。ございます、お嬢様。ああ、じゃなくて、おはようだったな。なんだか
いつまで経ってもつい敬語が出ちゃうな。おはよう。よく眠れた？どうした？よく眠れなかった？ああ、またあの時の夢を見たのか。僕が仕掛けた愛の劇のこと。ほら、おいで。ねえ、君は後悔してる？あの時僕は君を刺すふりをした。刃の引っ込む仕掛け付きの包丁、血のり、そして地下への隠し通路、すべて黙ってて本当にごめん。でもああするしかなかった。僕のやり方が正しかったのか今でもわからない。だけど君と一緒になりたくて、苦しくて寂しくて、それでも愛してたから。真実を知った君がついてきてくれて本当に嬉しかったんだ。なのにどうして、なんでいつまでも不安そうにするのかな。君はもう僕のものになるしかないんだよ。あの時のお嬢様はもう殺されたことになってる。この世にはいない人なんだ。君は名家の後ろ盾を失って僕なしじゃ生きていけなくなったんだ。これからどうやって生きていこう。まだそんなこと気にしてんのか。そうだな、こんなのはどうだ。ほら、今の君にぴったりなものをつけてやった。わかるか？首輪だよ。この首輪は君の自由の代償。今まで君は僕を犬みたいに扱ってた。求めれば尻尾を振って寄ってきて自分を癒してくれる存在だと、そう思っていたでしょう。今度は僕が君にそうしてあげる。首輪に鎖もつけて、悪いことをしたら引っ張ってしつけてやるよ。その代わり僕の言うことを聞いていい子でいてくれたら一生面倒見てあげる。なんでって、君を愛してるから決まってんだろ。身寄りもなくて何とか執事として雇われた僕にぬくもりを教えてくれたのは君だから。大丈夫大丈夫、犬みたいに扱われんのもそのうち心地いいと感じてもらえるまで毎日毎日たっぷりと愛を注ぎ込んであげる。わかった。ねえ、返事は？ありがとう。わかればいいんだよ。君はいい子だね。さあ、ご飯作って持ってきてあげる。待ってて。その前に、あの時の言葉、もう一度言わせて。僕だけのお嬢様、あなたのことを、愛しています。うん。